皆さんこんにちは、ヘムチャンネルです。今回の動画はクリードクエストっていうやつが来てます。クリードボーナス目標というので無料のスプレーもらえるんですけど、このクエストの中のちょっと癖があるやつ、これオフロードタイヤを投げてひっくり返った乗り物を起こす2っていうやつを説明していきたいと思います。他にも複数あるんですけど、もう一つ癖あるんはこれかなって思うんで、これはまた別動画で紹介します。とりあえず今回はこれだけではやっていきます。はい、こういうとこ叩いてオフロードタイヤを手に入れます。ちなみにこの外にあるここ叩いてもオフロードタイヤ出てくる時ありますんで、出ないな、出る時ありますんで試してみてください。こんな感じに投げます。はい、これでオフロードタイヤを投げてひっくり返った乗り物を起こすに1がつきました。でコツは階段をこんな感じで立てましょう。こっからこいつをひっくり返していきたいと思います。右半分というか、右タイヤが乗るぐらいの、この辺、攻めて、ゆっくり進めば、はい、こんな感じでひっくり返ってくれます。で、あとはこいつを起こすと、はい、こんな感じで簡単にクエストクリアすることができます。皆さんよかったら試してみてください。説明以上です。この動画が参考になったという方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。